ようこそサウンドデザインラボへ DK です。今回は2022年最新版おすすめのスイッチャー、おすすめしないスイッチャーやっていきたいと思います。今回の解説のポイントは3つ。1つはおすすめのスイッチャーで、もう1つはおすすめしないスイッチャー、そしてあと1つは最新のスイッチャー事情。以前もやったこの企画、当チャンネル4本目の動画ですね。それから約1年半ぶりにこの企画が帰ってきました。今回はいつも通り忖度なくおすすめのスイッチャーとおすすめしないスイッチャーを解説して、この1年半でスイッチャーがどう変わったのか、最新のスイッチャー事情も合わせて解説します。特に前回からおすすめするものしないものがどう変わったのかに注目して、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。またこのチャンネルでは機材の使い方や音作りに役立つ情報もたくさん配信してますので、気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまずはこちら。まずはおすすめのスイッチャーから解説します。一つ目はミュージコムラボ EFX Mark6 です。こちらのスイッチャー、一言で言えば化け物です。基本性能は前作 Mark 5を踏襲してるんで、接続順の入れ替えやミュージコムラボ定番のソングモード、位相反転機能などは全て使えます。そして Mark6 の変更点はどこかというと、これがすごくて、まずループ数が12個に増えました。実は EFX シリーズは4から5に変わるときループ数が1つ減ってたんですけど、6になって4も5も超える12ループに進化しました。この12ループの構成も面白くて、まず1ループと2ループが他のループとは別に動きます。この1ループと2ループ、接続順は変えられないし、仕様も他のループとはちょっと違うんですけど、前後に1つずつバッファが置いてあるのが特徴で、ここに WOW とか FUZZ をつなげば WOW FUZZ 問題を簡単に解決することができます。と言ってもあまりピンとこない方もいると思うんで、もう少し解説すると、エフェクターの中にはハイインピーダンスで入力しないといけないペダルがあります。その代表的なペダルがワウとファズで、従来のスイッチャーではこの2つをループに組み込む場合、スイッチャーのインバッファーをオフにする必要がありました。ただこれオフにしちゃうと音痩せとかの関係で、良くない影響が他のペダルにも出ちゃってたんですよね。中にはパッチごとにインバッファーのオンオフが切り替えられるってものもあるんですけど、設定も面倒だったりします。でも EFX Mark 6ならこの1ループと2ループにワウやファズをつないで高段のバッファーをオンにすれば、前2つはハイインピーダンス入力に、後ろの3から12ループはローインピーダンス入力に、簡単な操作1つで対応することができます。そしてこの3から12ループも他のスイッチャーとは変わってて、隣り合う2つのループを1つのペダルで使うことで、どこでも好きなループをステレオ対応にすることができます。これってすごいことで、他のスイッチャーではまずできません。っていうのも従来のスイッチャーでこれをやろうとすると、例えば3と4のループを使った場合、3で一度エフェクトがかかった音を4の鮮度からエフェクターに送るんで、二重にエフェクトがかかって音がおかしくなるんですよね。でも Mark6 ならそもそもこういう使い方を想定した設計になってるんで、音がおかしくならずちゃんと使えます。従来のスイッチャーも最後の2つがステレオ対応してることが多かったんですけど、大体その場所って空間系が来ることが多いじゃないですか。でもそこを空間系に使うとモジュレーション系とかステレオ出しできなかったんですよね。なのでステレオ出しする方はステレオループの少なさに悩むこともあったと思うんですけど、 Mark6 ならループは2つ使うものの、そういう問題は全て解決してくれます。しかもこの Mark6 ボリュームコントローラーが2つ搭載されてるんで、そのステレオ出しの音量を左右それぞれ別に調整することができます。これ例えば空間系の原音だけを大きくしてみたりとか、2台のアンプを使うとき音量を揃えるのに使ったりとか、いろいろな場面で使えるんで便利だと思います。お値段は10万円超えと少々張るんですけど、すごいスイッチャーが出てきたなと思わせる一品です。続いておすすめするのは RGM ミニエフェクトギズモ X です。これも去年の年末に出たばっかりの新しいスイッチャーなんですけど、 EFX Mark 6に負けず劣らずの化け物スイッチャーです。おすすめのポイント1つ目は最大12ループに対応してるところ。といってもこのスイッチャー6ループ分しかジャックがないように見えますよね。ここがこのスイッチャーが化け物な理由の一つなんですけど、実はこのジャック全てステレオジャックになってます。ということは Y 字ケーブルを作る手間はあるんですけど、6ループ全部ステレオ出しで使ったり、12個のエフェクター全部をこんな小さいスイッチャーで制御したりすることができます。おすすめのポイント2つ目はファズモードが搭載されてるところ。このスイッチャーこんなにコンパクトなのにしっかりバッファのオンオフができるんですけど、先にも解説した通り WOW とかファズを使う場合、インバッファをオンにすると正しく動作しないことがあるんですよ。でもこのスイッチャーならファズモードをオンにするという一つの動作で、対象のループをオンにした時だけ勝手にインバッファをオフにしてくれます。もちろん対象のループがオフの時はちゃんとインバッファがかかるんで、他のペダルへの影響も少なく済みます。あともう一つのおすすめポイントはパッチを1024個保存できるところ。といってもこれを使いこなそうとすると設定が結構難しいんで注意が必要です。注意点で言えばもう一つ、この見た目通りこのスイッチャー単体で使えないことにも注意が必要です。というのもこの機材はスイッチャーというより、以前の動画で解説した拡張機材とスイッチャーの間のような機材です。これを使いこなすためには別にMIDIコントローラーが必要になります。それもあって設定も本体だけではできず、必ず PC につないで専用アプリで設定する必要があります。それでもこの小さい筐体に接続順の入れ替えなど必要な機能は全部入ってるし、これを使ってボードを組めば、ボードはアンプの近くに置いて足元はMIDIコントローラーだけみたいに、すっきりしたセッティングをすることもできるんでおすすめです。
そして最後におすすめするのは BOSS ES8 です。これは前回に引き続き登場の DK も愛用するスイッチャーなんですけど、これだけすごいスイッチャーが出てくる中、もう発売から7年近く経ったスイッチャーが戦えるのかと思う方もいますよね。でも大丈夫です。 ES8 は今でも第一線で戦えます。おすすめのポイントはこれまでもたくさん解説してきたんで、ぜひ以前の特集動画を見ていただきたいんですけど、今回はなぜ ES8 は今でも第一線で戦えるのかを解説します。それは第一に外部入出力端子の多さが挙げられます。ここまでおすすめしてきたスイッチャーは、これまでのスイッチャーにない新しい機能がたくさん入ってたんですけど、残念ながら外部入出力端子の数だけは ES8 を超えられませんでした。これは使う方使わない方いると思うんですけど、システマチックなボードを組もうと思った時、外部入出力端子は大いに越したことはありません。正直俺もおすすめした他2つのスイッチャーに惹かれるところは多いんですけど、それらに変えてしまうとシステムがガラッと変わってしまうんで ES8 を手放せません。もう一つの理由は必要な機能は全て入ってるところ。確かに ES8 には位相反転機能やパズモードのような機能は入っていません。ただ接続順の入れ替えや MIDI の送受信など、今スイッチャーに求められる機能は全て入っています。ましてやボスといえばその信頼性は世界的にも群を抜いています。新しいスイッチャーが出てくるとどうしても欲しくなったりとか、俺の使ってるスイッチャーもう時代遅れなのかなと不安になることもあると思いますが、 ES8 ならまだ全然戦えるんで安心しておすすめできます。さてここまでおすすめのスイッチャーを解説してきたんですけど、前回とはガラッと変わりましたね。ではおすすめしないものはどうでしょう。続いてはこちら。続いてはおすすめしないスイッチャーを解説します。おすすめしないもの一つ目はフリーザトーンのアーク4です。なんと前回はおすすめだったアーク4が今回はおすすめしないものに登場です。まさかおすすめしないものでフリーザトーンを紹介するなんて俺も思ってもみませんでした。いや、このスイッチャーも素晴らしいスイッチャーなんですよ。製品のクオリティは抜群だし、音の劣化もないいいスイッチャーです。ただおすすめしない理由としては、どうしても一世代前のスイッチャー感が否めなくなってしまったというところがあります。アーク4は位相反転機能がついてたり、別売りの機材を使った拡張性が高かったりと、非常に使いやすいスイッチャーである反面、接続順の入れ替えができなかったり、単体でパラレル接続ができないなど、最新機種なら使える機能が使えないこともあります。それでいて価格もおすすめするものに出てきたどのスイッチャーよりも高いです。その分汗の入り込みを防ぐ機構だったり、細かい部分まで作り込まれたスイッチャーではあるんですけど、機能だけに注目してしまうと、どうしても他のスイッチャーの方が魅力的に見えます。ただ音質へのこだわりはすごいんで、機能にこだわるなら他社のスイッチャー、音質にこだわるならアーク4をと言いたいところなんですけど、やっぱり機能って使い勝手に直結するし、他社のスイッチャーの音質が特段悪いかと言われればそんなことはないし、音だけに注目するのであれば前作のアーク3でもいいんじゃないかと思うところもあるんで、個人的にはそろそろアーク5をと期待したくなってしまいます。おすすめしないもの2つ目は、今回紹介しなかったスイッチャー全部ですという暴論を置いておこうと思います。というのも結局のところ、スイッチャーに求めるものって個人個人で違うんですよね。例えば少し前に発売されたスタジオデイドリームのトリガー3、個人的には3ループのスイッチャーが欲しくても他に選択肢があるかなと思ったりするんですけど、別の方にとっては待ってましたと言わんばかりの製品だったりもするわけです。それに例えば俺がスイッチャーを導入した小さいボードを組もうと思ったら、システマチックにする必要はなくても使える機能は大いに越したことはないと思うんですけど、別の方にとっては使わない機能ならなくていいし、その分値段が安くなったり操作性がシンプルな方がいいということもあると思います。なので使用環境とか求めるものによっておすすめするものもしないものも変わるというのが本音なんですけど、それでも一つおすすめしないものを挙げるとすれば、もはや旧世代のスイッチャーは実用に耐えないんで、そういうものはおすすめできません。あとは価格でスイッチャーを選ばないことですね。特に旧世代のスイッチャーになると中古相場も大きく値下がりしてるし、未使用品でも在庫を吐かすために投げ売りされていることもあります。そういうのってできるだけ価格を抑えてボードを組みたい方には強い味方だと思うんですけど、実用に耐えれないのって思った以上にストレスになるんで、できれば各メーカーの一番新しい機種を買うとか、長年更新されてない場合でもここ5年以内に発売されたものを買うのをお勧めします。最後はこちら。最後は最新のスイッチャー事情を解説します。最新のスイッチャー事情を一言でまとめると、小型化してると思います。そもそもスイッチャーは頻繁に新しいものが出る機材ではありません。昨年末はちょっと集中して新型が出た印象はあるんですけど、1年に1回各社から新型が出るようなことはないんですよね。とはいえ実はちょこちょこ新しいものは出ています。そして最近は以前解説した拡張機材のような小型かつ外部コントローラーで制御するのが前提のスイッチャーが増えてます。 EFX Mark6 みたいにシリーズ化してる製品は別なんですけど、エフェクトギズモ X なんかはまさにそうで、人によっては今のシステムに組み込んでループを増やすのに使ったり、単体でスイッチャーとして使ったりを選べる機材がトレンドになってきてるのかなという印象です。じゃあ実際のところこういうスイッチャーって使い勝手はどうなのと言われれば、必ず外部コントローラーが必要になるんで、それが邪魔になる方もいると思います。
それとこういう機材ってループ数が多くなるとMIDI制御が必須になるんですけど、それもMIDIが苦手な方にとっては面倒に感じるかもしれません。結局こういう機材って本体は小型になってもコントローラーはこれまでのスイッチャーと同じ大きさくらいのものを使わなきゃいけないんで、全部を一つのボードに収めようとしたらボードは大きくなってしまいます。ただ一つのボードに収めようと思わなければボードを小さく組むことはできるし、コントローラー分荷物は増えることになるんですけど、その代わり足元をシンプルにすることができるんでいいことも多いです。もちろんこれまでのMIDIに対応したスイッチャーでもボードはアンプの近くに置いて足元はコントローラーだけみたいに使えるんですけど、その場合でもスイッチャーはボードに入れなきゃいけないんで機材のサイズダウンには使えなかったんですよね。エフェクトギズモ X の登場でこういう機材も高性能化が進むと思うんで、そのうちボードに大きいスイッチャーを入れないのがトレンドになる日が来るかもしれません。さて今回の動画いかがだったでしょうか。今回は2022年最新版おすすめのスイッチャーとおすすめしないスイッチャーを解説してきました。本当前回やった時からスイッチャーの事情も大きく変わった気がするなと思います。特にエフェクトギズモ X は俺も注目してて、これを使ってボードを組んでみようかなと思ってるところです。スイッチャーはもはや入れて当たり前の機材になってると思うんで、ぜひ皆さんもこの動画を参考にスイッチャー導入されてみてはいかがでしょうか。ではこの動画が面白かったよとか参考になったよとか、そうかこの企画も1年半ぶりか、 DK も大きくなったな横にと思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローもお願いします。動画作りの励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。